私はお父さんの本当の子供じゃないの。私がお父さんの子供になったのは、妖精の女王様の魔法の力。今まで黙っててごめんなさい。お父さん、今でもこう呼んでもいいですか？私は妖精の世界に帰ります。お父さんと過ごした8年間はとっても楽しかったです。妖精に戻ったら、人間の頃の記憶はなくなってしまうでしょう。お願い、お父さんは私のことを忘れないでね。私は渦と一緒に帰ります。目が覚めたらもう違う私になっているかも。それが怖い。さようなら。